はい、どうも、かぎです。今回は検証でパワープロ2016ペナント、各球団に OB を何人入れたら優勝できるのかってことで、今回は第10弾で、読売ジャイアンツだった気がする。読売ジャイアンツでやっていきたいと思います。で、そうだね。ジャイアンツでやりましょう。まあ、ジャイアンツは OB ね、いっぱいいるからね、誰を最初に入れるか迷うよね。王貞治とかいいもんね。長嶋茂雄とか、あとあれもいるもんね、あの笠原とかもいるもんね。よし、じゃあ笠原とか清原とかもいるもんね。いっぱいいるよ巨人は。でまあいつも通りなんですけど、コンピューターの強さはパワフル、怪我はなし、選手体調なし、トレードもなし、新格人なし、ドラフトなし。まあドラフトとかこう FA とかはね、あんまり意味ないんだけどね、あんまりとか意味ないけどね。実際1年で辞めるから、1年ずつ毎年やるからあんまり意味ないんだけど、まあ一応なしにしとくだけなしにしとこう。気持ちなしにしとく。よし。これでいこう。巨人ってペナント普通に回したらどれぐらいなのかな、順位。あ、セコムしてますかがいるよ。セコムしてますかが。セコムしてますかを試合にも出す。ダブルセコムしてますかになるね。よし、じゃあ飛ばそう。はい、飛ばしました。3位。まあまあ、いいね。いいぐらいだよ。3位って。クリズ退団してるけどね。クリズやっぱり、あれか、日本シリーズ出してもらえなかったから退団したのかな。交流戦優勝してるし。まあちょっと、成績見ていくか、軽く成績を見ていきましょう。ジャイアンツって強いのかな？強いな、こいつ。こいつ負け運持ってんのに19勝3敗だからな。負け運持ってなかったら、24勝0敗とかするんじゃない ?24 勝0敗ぐらい。田口。マイコラス。ウッツミー結構いいじゃん。ウッツミー強いな。大竹、カン大竹は、カン・オタケも3勝10敗か。宮国すごい、11勝5敗。中継ぎか、こいつ。先発か、ん、中継ぎなのか、こいつ。なんだこいつ。なんだこいつら。うん、そんなに悪くなかったな。でも 3.84 で1勝1敗なんだね。打者は、うわ、村田すげえ。3割30本。やめだて。うわ、すげえ。なんだお前。選球眼もついてるし。出塁率も高いのかな。4割2分4人。すごいな。全盛期みたいな成績残してるな。阿部もすごいな。阿部、なんで阿部こんな成績いいのかな。いや、わからんわ。何がいいのこれ。初球丸がいいのかな。弾道4ね、あと。坂本はすごい。坂本はまあまあまあ。現実もっとすごいもんね。山本体幹。なんだこいつは。亀井。世界の亀井さんは外野か。え、阿部がキャッチャー持ってんの？え、キャッチャー小林にしようぜ、小林。キャッチャー小林でしょ、やっぱりここは。そうか、ちょっと譲れないな。というわけで、じゃあ OB ちょっと一人入れていきます。はい、 OB 入れてきました。秀樹、松井だね。やっぱりまあジャイアンツの OB といえば松井でしょう。まあ長嶋王もあったんだけどね、外野が弱かったから松井を入れようと思って松井入れました。まあ正直村田が強いから長嶋入れてもねって話なんだよね。なんでこんないい選手がいたんだお前。なんでお前そんなに強いんだよ。マギーとかいうやつが今サード持ってるけどね。お前が強すぎてな、長嶋をな、入れれないんだよ。よし、じゃあ松井にセンター持ってもらいましょう。それ以外は変えてないね。いや、変えてないよね。多分変えてないと思う。よし、じゃあシーズン終了まで、いってらっしゃい。はい、飛ばしました。ババン、なんと2。1位になれなかったね。松井がいるから1位になれるかと思ったけどね、交流戦でちょっとこけちゃったね。これ松井かな、腕立てしてんの。松井はパワーあるんだから腕立ていらないでしょ。どこが悪かったのかな。
走塁が悪いね。走塁あんま関係ないと思うけどね。菅野は、すごいな、お前、1.65。マイコラスがちょっとダメなんだ。この成績、この能力なのに、ドラップカーブやばいでしょ、これ。対人性だったら強そう。知らんけど。知らんけど、なんか強そう。坂本はすごい。阿部もすごい。また阿部キャッチャーやってんの？強打な名捕手。おいおいおい、俺は、なんで相川は104試合も出てんだよ。小林一応出てるんだ。143試合。途中から変わってるみたいな感じなのかな。そういう感じか。で、ファースト誰持ってんだろ、その時は。え、こいつか、中井か。そうかな。よ、わからんわ。アウェイがすごい打ってる。今なんか片言になってくるね。村田もすごい打ってるね。すごいな。あ、さ、松井の能力見直せた。松井の能力じゃない、成績。3割1分3厘43本107点。いいね、松井。いいね、松井。右が打ってないんだね。対左は3割8分9厘も打ってんの。出率4割。坂本の三振率低いな。やっぱり松井が一番高いね、それは。長打率、あ、そうか、長打率出てないのか、パワープロ。よし、じゃあ、あと OB 一人入れよう。ピッチャー入れようかな。いや。どうしよう。まあ、とりあえず入れていきます。はい、OB 入れてきました。ババン、長嶋茂雄。まあ、ミスタージャイアンツ。ミスタージャイアンツというか、もうミスタープロ野球だね。ミスタープロ野球の長嶋茂雄さんね。まあ、やっぱり入れないといけないでしょ、つうわけで。ピッチャー入れようかと思ったけど、やっぱり長嶋の茂雄さんを入れてきました。で、まあ4番だね。もうこいつ、この人4番以外打たしちゃダメでしょっていうのだから4番です。松井が3番です。5番が阿部です。すごいクリーンアップ。松井、長嶋、阿部。すごいな。これで優勝できるわ。よし、ゴー。飛ばせー。はい、飛ばしました。なんと優勝ですね。優勝したけど、日本シリーズは、負けてしまいました。第7戦まで行ったんだけどね。1対2で負けたね。これ、阿部か。92勝。強い。強いね。阪神と42ゲーム差つけてるよ。全然、これで前頭の一戦なんて、ほざいてたらね、ぶっ殺されるからね。巨人ファンに。知らんけどね。あ、菅野がちょっと悪い。菅野って150キロ投げれんの？初見なんだけど、初見。成長なしだもんね。元から140、156キロも投げるんだ。知らなんだ。そら知らなんだ。で、大竹が、お前どうした？もう覚醒した？すげえ。大竹 2.87 10勝してる。田口はどこ行った？あ、田口行った。田口どこ行ったって、田口にさ、カーソル合わせながら田口どこ行ったって。マイコラさ、ダメだね。つうわけで、坂本がすごい。松井もすごい。長嶋もすごい。3割3分以上が3人いたらね、そらさ、強いわ。18本。47本。19本。あれ、意外と長嶋が少なかったね、ホームラン。もっと打つのかと思ったけど。長嶋は守備の貢献もあるからね。よくわからん。よくわからん、これ見ても。これ見てもよくわからんわ。小林。世界の小林は？阻止率5割か。盗塁70回も企画されてんの？ 2 試合に1回盗塁企画されてんだ。それって多いのかな？わからんな。よし、じゃあ、じゃあ検証結果としては、パブロ2016の読売ジャイアンツには、OB を2人、かっこ松井と長嶋を入れたら優勝できるってことでしたね。よし、じゃあ見てくれた皆さんありがとうございました。やっぱり巨人は強かった。さよなら。